本日も来てしまいました。酔っ払ってます。いや、今日も頑張ったんですよ。ねえ、にゅーちゃん、めーちゃん、さすがにね。なんか、うちも仕事がなくなってしまったのか、2日続けて都内の方に、上川崎支店なんだけど行かされてしまって、いやー、都会は大変です、本当に。この間なんかね、めちゃくちゃ管理人さんに怒られて、チラシ入れてたわけじゃないのに、チラシ入れてもいいですかって聞いたら、もうその時点で管理人さん怒っちゃって、はぁーって思いながらやったんですけどね。あれ、お、誰か。ああ、誰も、今日はさすがに誰も来てませんね。あれ、誰が来てくれたぞ。ほほ、お疲れ様です。今日も酔っ払ってます。いや、本当はね、お料理しなきゃいけないんですけど。で、管理人さんに怒られながら、今日はね、さすがにこう勉強していかなかった。あの、管理人さんに挨拶せずに頑張って世田谷区を攻略してきたんですけど。あ、けあ、あ、お久しぶりの野月くんじゃねえか。あ、にゅーちゃんもまた落としてしまった。もうね、早3回目ですか。癖になってるね、本当に。俺が酔っ払ってこれをやるのは楽しくて、みんな元気かなって思う。ヘラ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 酔っ払いがこうやってるだけなんですけど。こんばんは。迷える瞑想マニアモッチです。前回はこうピューって天井を抜けていけたのかと思ったら、全然幽体離脱できてなくて、いつできるんだろうな。なんかこう惜しい男なんだよな俺な。昔あの夢見てて、あのあれ銭湯に夢の中で入ってて、あれなんで白黒なんだろうって思って、こうあれ俺夢見てんじゃねえって気づいた時があって、おっ ってその時あの友達っていうかお坊さんの娘さんと付き合ってたことがあって、その娘さんがあの寝てる時にこうやって起きるとね、幽体離脱できるらしいよとかって言われてたんで、俺今夢見てんだったら金縛り状態で抜けられんじゃねえとかって思って、こう抜けようとしたんですよ。見たらね、すごかったのよ。ここビーってこうなんかね割れる感じで、ね、すごい重いんだけど、ガーって出た外がもうすごいの。太陽ってこう黄色じゃなくて、こう昼間見ると真っ白じゃないですか。あん中にいる感じでいきなりこうカーってこう耳鳴りがダーッとなってて、すげえビビっちゃって、怖えーと思った瞬間にまたこうやって寝てて、でこの間もピューって行ったつもりだったんだけど、天井抜けて、うち7階建てなんだけど、7階建てにしややけに早く1個抜けてピャーって外に出て、もうそれであ、光だとかって思ってやってたんだけど、よくよく後でハッて気づいたら寝てたんですけどね。パッて思い出したら、その起き上がった時の服が前の日着てた仕事の時の服で、あ、夢見てたんだみたいな。なかなか次のステップに行けないですね。次のステップに行けたら皆さんのところに幽体離脱して会いに行こうかと思ってるんですけど、そんなバカな話はいいとして、やっぱあれだね。でもみんな子供たちが公園でまだ元気に遊んでて、そしたら突然昔あの仕事をこう時間待ちをしなきゃいけなくて、公園のそばでこうぼーっとヘッドホンして、ヘッドホン耳栓代わりにしてこうやって寝てて子供眺めた時にふと浮かんだどうでもいい曲がある。どうでもいいって言っちゃいけない、急に思い出して
何飲んでるんですかって、ジントニックです。ジントニックです。このあのね、蒸留酒系は飲めるってことに 2,3 年前に気づいて、あの醸造系はすぐこう頭痛がしちゃうんですけど、こうジントニックとか焼酎だったらあんまりすぐにはこうならなくて、なんかこんななっちゃって、こう楽しいなっていう状況になれるというのを発見してハマってるんですけど、そんな感じで公園にてという曲をとりあえず歌ってみたいと思います。ごめんね、字がなかなかこう読めなくて、メガネしてると歌いにくくて、取っちゃうと取っちゃうとこうみんなが書いてくれたんですよ、メガネ。あ、この iPad ってでっかいのでやるから読めるのかな。遊んでて、それをそれ見てるとなんか割と普通な感じだよなとか思っちゃうんだけど、でもなうちも仕事が減ってるし、そうでもねえんだろうな。お、なんて書いてくれてんの？天下一品さ。本当にね、こういうね、変な曲ね、変な曲じゃないけど、あの大好きなんだけど、こういうの俺、なんだろう、こうバーンとバンドとかでね、こうバンドとかでやるみたいな感じじゃない曲ね、だってすぐできるんだよね、本当に。早く瞑想上手くなって、次の段階にみんなにご報告できるようになりたいな。瞑想ばっかりしてるんだけど、なかなか
なかジャンルが出てきちゃって、瞑想してなんかあるのかなとか、今回のやつとかみんなポーってこう時間ができちゃったりする人とか、割とね自分の周りは自分のやりたいこととか結構バッと明確に持ってこうするんだとかいう人多いけど、割と世の中そうでもない人がいて、こういう風に突然うちにいろとか言われたら、え、今まで思ってたことが、え、なんでとかって思っちゃう瞬間が出る人がいっぱい増えるのかもしれなくて、それはきっと悪いことではないのかもしれないなとか思いながら、僕は頑張ってもう何言ってるか分かんなくなってきたけど、皆さんも飲んでますか？飲んでるわけないよね、まだ5時だもんね。そんな感じであんまりダラダラやってると、お料理をする時間がなくなるなぁ。
曲歌っていいですか。注いだその眩
またニューちゃん落としちゃった。見てくれてありがとうございました。というわけでまた酔っ払ってやります。瞑想上手くなって皆さんに、見えないぞ。そう、空でした。懐かしのヤッホーバンドの名曲ですね。またやりますんで、よかったら見てね、見てね。あれだけど、瞑想上手くなって皆さんに次の展開を報告できるように頑張って息を吸って吐いてをしたいと思います。じゃあ皆さん明日も頑張りましょうね。ありがとうね。